こんにちは。乾杯。いきなり。いきなりだ、いきなり。何を飲んでいるの？何を飲んでいるの？これやっぱり夏場って言ったらさ、うん、まあ体力が減退するとか、まあいろいろあるじゃん。暑さ対策とか。暑さ対策。梅シロップ。うん、それ最近のお気に入りね。そう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 。まあクエン酸とかいうのはさ、体の疲れを取るでしょ。いやだから音を飲んでね。店で。はいはい。梅シロップ、ね、これ、ね、あれでしょ。愛媛さん。我が愛媛県砥部町の七折梅っていうなんか小梅でもなんかすごい美味しいって言われてる梅の梅シロップ。これ本当美味しいよね。美味しい美味しい美味しい。ということで。はい。これは何？炭酸かなんかで割ったの？これは水で割ったの。あ、水で、うん、まあ炭酸で割っても美味しいし、うん、本当試すとね、いや美味しいよ、これ病みつきになる。シュー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 。はい、ということでね、はい、今日ははい、今日はワクチン。はい、ということでワクチン接種。ワクチン接種ね、はい、ちょっと行ってみましょう。はい、終了ということで、はい、終了ということで、はい、私が2回ね、ちいちゃんが1回終わりました。はい、私今日初めて打ちまして、はい、で、ゆたかさんは2回目が、うん、一昨日だね、うん、終わりました。はいはい、はい、まあ無事終了ということで、はい、ちなみにどこのワクチンを打ったの？ファイザーだっけ。そう、ファイザーだね。はい、うん、この人が1回目、その人が2回終わりました。うん、まあなんか副反応がね、いろいろあるって問題視されてるよな。本当にドキドキしながら今日を迎えたんですが、うん、私な、まあ、なんていうの、あんまないよね。私インフルエンザの予防接種とかを、うん、大体毎年仕事柄打つんですけど、うん、打ったそばからもう腕が痛くて、うん、腫れて、で結構硬くなって腫れてとか、まあまあなんかそういう副反応が出る方で、うん、ここにあるんだよな、印がここに打ちましたが、うん、それもあってなんかすごいビビってていやいや、俺は1回目の時にさ、うん、まあ左腕に打ったんだけど、うん、寝返りが打てないぐらい。いや、打った時もなんか私付き添いで行ったじゃない、うん、で、そのなんでこんな大きなおじさんに付き添いでいるのかなと思いながら、まあ、なんとなくね、行って様子も知りたかったし、うん、そしたらね、その地域のっていうかその集団接種っていうの、うん、意外に平日だったし、うん、流れ作業ですんごい早いの。いや、早かったな。びっくりした。なんかもう椅子とか用意されてるけど座る暇もなかったよね、うん、まず検温されて、うん、で身分証明書を出して接種券と出したら問診証を出して、でまあこう「はい、こっちです」みたいな、うん、で次がすぐその先生の問診があったな、問診があって OK です。で、うん、何分、15分終わってから休むか30分休むかっていう先生の判断があって、うん、紙をもらって、次いよいよすぐ接種なんだよね、うん、で接種してもらって、うん、先生からその注意事項とか説明を受けて、でどっち打ちますか、ああですよ、こうですよ、はい、行きますよ。いや、俺右腕なんか打ったことなかったしさ、やっぱこう野球やってたら右をよく使うから、うんうんうん、だから左へ打って、うん、でまあ15分控え室で休憩しろということで、で待ってて、うん、まあ何にもないなと思ってて、そしたらな、1、2時間経ってから、うん、ちょっと腕が重くなってきたんだよね、うん、なんかもうちょっと後じゃなかったかな、もうちょっと後だね。そう、なんか夕方ぐらい、昼間に打って、うん、夕方ぐらいまで何もないなとかって、そうそうそう、ワクチン打つ瞬間も全然痛くないから、ワクチン自体は痛くないな、打つ瞬間ね、うん、いや、それでどのぐらい経ってからもう寝るぐらいになってからかな、腕が痛いって言って、ね、寝るぐらいまでも全然とか言ってたのに、うん、なんかちょっと腕が痛いなとか言い始めて寝て、うん、そしたら朝起きたら、うん、あのあと寝返り持てないぐらい痛くなってみたいなこと言ってたから、そうそう、いやだから皆さんこれから打つ方は、うん、やっぱ腕は痛くなると思うよ、副反応。これは副反応なのかどうかは分かんないけど、うん、副反応だよ多分。あ、まあだけどなんかこう、まあ、気をつけた方がいいよね、うん、なんかね、書いてあったの、そのファイザーのワクチンのやつ受けた人にもらう紙があって、うん、こういう厚生労働省から出てるこういう紙があって、うん、そこに当日に現れそうな症状とか書いてあって、その接種後数日以内に現れる可能性のある症状について 50% 以上の人が現れるのが接種部位の痛み、疲労、頭痛、うんうん、だからやっぱり半分以上の人はこの痛みっていうのが出る、うん、で、あ、まあ、その他の人 10% から 50% の人が筋肉痛、おかん、関節痛、うん、下痢、発熱、うんうん、で 10% から 1% の人が吐き気、嘔吐、うん、怖っ。俺は腫れと腫れか腫れてはなかったな。いや
やっぱねちょっと腫れぼったかったんだよ。腫れて痛みと筋肉痛で2回目この前やった時にいろんな人が情報くれるじゃない。だ反対の腕がいいって言われたんだよね。同じ方じゃない方がいいと、うんうん、で受ける前か受けた後に鎮痛剤みたいな痛み解熱鎮痛剤そういうものを飲むと痛みが緩和するし、うん、痛みが出ないよということで、うん、まあ試してみたんだよね、うん、でそれも飲むのはスポーツドリンクだとか、うんうんうん、そういう系の飲み物で飲んどくといいよと、うん、これまあ都市伝説みたいになってんだけどさ、うん、その飲み物はね、うん、でも鎮痛剤は効いたかな。だから全然違うもん。1回目打った時の痛みと都市伝説の飲み物な、うん、いやそれでただね、2回目はね、やっぱこうちょっと体のだるさは少し感じる。なんか旗で見てると、うん、1回目より2回目の方が何もなく過ごしてた気がするの。だけどちょっとだるかったな。こう痛みでさ、やっぱ気になるところがあるとやっぱちょっとテンション上がらないじゃん。豊さんは普段本当に健康じゃない。健康だ。なんかまあだるいとかそんなのあるかもしれないけど、うん、基本なんかめっちゃ熱も出ないし、どっかが痛いお腹痛いとかあんまないし、すごい元気じゃない、うん、だから多分ここがちょっと重いとかその予防接種というかあのワクチンでね、うん、なんかだるいなっていう感じが、うん、すごいだるいなみたいな気分になってて、何がおかしかったかって頻繁に体温測るけどいつ見ても平熱だったよね。いやだからだるさとかなんかこうぼーっとするような感じがあるんだよ、ね、だから多分それはあるんだろうなっていうのが体温を測る頻度で感じてた。そう。いやだからあの熱は全然出なくて、うん、あと分かんないけど、これが出るかも分かんないけど、でももう今日が接種後2日、もう大丈夫かな。もう大丈夫じゃないかな多分。まあでも激しい運動だとかそういうものはダメだっていうふうに言われててなんかね、ほんと豊さんあのウォーキングとかやっとし始めたのに、うん、いや激しい運動はするなって言ったからいやでもそこだけ忠実に今日も守ろうとするじゃない。いやだからあの接種前もあんまり疲労をためない方がいいとか。まあそうね、それは、うん、だから体のコンディションはより良い状態にしとく方がいいってことでしょ、うん、そうそう。で1回目打った時どうだったの、ね、今現在はね、ここがとても熱くて、うん、なんか最初はね、ほんとね、打ってどのぐらいだろう、2時間ぐらいは何事もないかったの、うん、ただ、私本当に打った瞬間っていうか、打って、終わって、なんていうのかな、休む場所に移動する、その1分も経たない、そのぐらいに、なんていうの、違和感、ちょっと痺れる感覚あるでしょ、なんか表面が痺れてる感じ、分かる分かる、がしてて、あこれ違和感だなって。でもなんかそれはよくインフルエンザの予防接種とかの時にもあるから、うん、あんな感じだなと思ってて、うん、で休憩15分してくださいで15分待って家に帰って、その状態でそのままだったの、うん、で2時間ぐらい3時間ぐらいかな経ったら熱はほんとずっと出てなくて、で2時間3時間ぐらい経ってきたらここら辺に熱を持つようになってきて、それからさらに1時間ぐらい経つと腕が痛い、あ痛みが出てきた、そうで痛みが出てきて、そしたらその前にワクチンを打ってくれた先生、豊さんの、うん、先生がね、あの痛みが出たり熱が出始めたらもうすぐ解熱鎮痛剤飲んでもらっていいって言ってたの覚えてる。いや知らない。え言ってたじゃん先生が、うん、もうそういう症状出たらもうすぐ解熱鎮痛剤飲んでもらって、もう一回言ってみ、解熱鎮痛剤飲んでもらっていいから、その方が楽になるんだったら飲んでくださいって言ってたのを思い出して、うん、飲んだでしょ。そう痛くなったかな、うん、なり始めてその腕が上がりにくいというか、うん、筋肉痛っぽくなってきたから、うん、解熱鎮痛剤を飲んだら今ね、それを大丈夫、1時間ぐらい前に飲んだから、うん、ちょっと腕は楽になった、うん、まあ人によると、うん、ここはあの冷やす、あそれはでもいいんだろうね、うん、熱を持つからそれはいいと、冷やした方がいいっていうね、うん、いやそしたら打った筋肉痛だとか痛みだとか、うん、そういうものはね本当に緩和されるし、うん、まあ熱はどうしようもないと思うけど、うん、腕の痛みだとか、うん、そういうのはこういろいろ緩和されていくよな。うん、だから皆さんもね、そうなんか多分人によって、うん、多分そのお薬の効きなんか、うん、知り合いの方とかね、うん、熱が出始めて飲んだけど全然下がらない、一瞬下がる兆しを見せたけど、うん、もうすぐに元の熱の高さに戻ったよとかっていう話も聞くの結構でもね、打って副反応が出ない人は体が年を取ってるんだって。副反応が出る人の方が体が強かったりとか元気な人なんだって。
イコール若い人っていう話も聞く。まあまあそうだな。お年寄りとかは、うん、副反応なく腕の痛みぐらいで乗り越えたとか。そうだよ。我々の間では副反応出たやついないんだよ。いや、私たちの方はね、副反応だらけ。そう、腕が、友達の話によると腕が上がらなくて、なんかパンツが上げられなくなって、そのぐらい本当に、うん、でもね、こういうなんか例えばここら辺の激しい筋肉痛になると、うん、本当にこう引く動作ができなくて、まあまあね、パンツ上げられなくなったことはない？それはないな。昔ウェイクボードをやってた時に、そのシーズン初めてやる時ってやっぱクッてすごく使うの。そしたらその次の日ぐらいはパンツが上げられなくなったから、まさにそれということで、すごい筋肉痛になる感じ、うん、でその人とかはもう裸で過ごしなって話で、それを聞いた、アドバイスを聞いた人はワクチン打ったら帰ってもうお風呂に入って着替えなくていい、パジャマでコロコロしてたって言ってたから、まあ、まあ人によるけど、ね、まあ人によるけど、でも副反応はいろんな説があるけども、うん、まあ試してみる価値はあるよね。そうそうそう、いろいろね、まあ、ドリンクにしても薬にしても、まあ、なんか過度なものはね、あのちょっとどうかなとも思うけど、うん、例えば本当にお薬だって熱が出た時に飲んでる人はそうやって出たら飲んだらいいって先生が言ってたから飲むのもありだと思うし、うん、あるな。まあ、普段からお薬飲むのが嫌いだよっていう人は飲まずに耐えたっていう友達もいたけど、まあ、まあ、冷やすっていうこともありだよな、うんうん、だけどまあ2回目のねワクチン接種、うん、豊さん受けるのはなんかすごいやっぱ2回目の副反応がひどいっていう話がよく出てるから、うん、なんか私が緊張していたのなんか急変したらどうしようとか、まあ、出したら全然大丈夫だな、全然60代のすごさが出てきた、うん、そうです、うん、だからなんか私は2回目怖いなと思って来月受けますが、まあ1回目の時軽く終わってるから、うん、まだ分かんないけどな、打って24時間も経ってないから、うん、分かんないけど、まあだけどまあ大丈夫でしょだといいけどね。でもやっぱりまあね、ワクチンっていうのはどういうふうなことが起こるか分かんないし、個人差があるから何とも言いませんが、うん、私たちはこんな感じです。まあ気をつけてくださいね。はい、はい。